アドフレッド・ヘックは、アメリカ合衆国の科学者、デラウェア大学名誉教授、ヘック反応を開発した。2010年にノーベル科学賞受賞。マサチューセッツ州、スプリングフィールド生まれ。1952年、カリフォルニア大学ロサンゼルス高卒。1954年、同校博士課程修了、スイスのチューリヒ工科大学博士研究員。 1956年、ハーキュリーズパウダー社研究員。1971年、デラウェア大学教授。1989年に退職。その後は、フィリピンケソン市で妻と共に隠居生活を送っていた。2013年に肺炎に倒れて、以来体力を損ない、2015年10月10日、マニラの病院で死去。死亡する1週間ほど前から、 激しい嘔吐に見舞われていた。フランシスコ、ロセマリエ、ノーベルロリアットケミストリチャードヘック、84、大ズインマニラ、ロイター、httpuk、ロイター .com、アーティクル、2015、10、10、UK ノーベルプライザヘック、フィリピン、アイダクシアンレース 40DD2015 万102015年10月13日閲覧。不法。 リチャード・ヘックシー・コール米科学者、読売新聞、2015年10月13日、同日閲覧。ありがとうございます。